なせよ、みさみだ。今日は何をするかって言ったら、もうすでに匂わせなんですけど、今日はダーリンと龍河くんと東京で遊びたいと思います。なんか私東京来とって、龍河くんも仕事で来とって、たまたま被って時期というか時間的に被って、はい、でなんか、あそこやみたいな、いいよみたいになって、何するって言ったら、なんか行けでローラースケートローラースケートやりたいとか言ってたんで、はい、東京ドームシティに来ました。イエーイ。今日は Vlog みたいな感じで、はい、まあ、デートの様子をちょっとお届けしたいと思います。お願いします。見ていこうか。道わからんすぎて、ちょ地図見ようや。ローラースケートやろうとか初めて言われたけ、めっちゃおもろい、かわいい。ほんまや、これ4階やって、黄色いビルえあれあれただのあれやね。あ、でも黄色いビルって名前が現在地どこ、現在地から、ここまっすぐ行けば。え、ローラースケート結構やられるんですか。まあ趣味程度には趣味程度にはやります。ローラースケート大好きでやってます。趣味でじゃあ私初めてなんで、あのお手伝いぜひぜひ教えます。お願いします。これほんまにさ、違うくない、これ黄色ビルじゃなくない。あ、でも競馬だこれ、競馬初めて競馬ギャンブル家族で、だってだって歩きを、あの遊びのやつが前にあるやん。でもこれ絶対こっちやって。違いますよ。そう、お腹すいたけんクレープ食べる、食べますか。おいしそう。なんか JK 若いな、すげえ。本物かな、確かに。偽物やこっちで会ったんかな。ここがなんか飛び込んだ。あ、東京ドームや。じゃあなんか僕たちのグループ名何する、競馬カップルです。競馬カップルです。僕はキャメルミルク。僕とミルク。美味しいね。美味しい。ちょっと初対面なんですよ、僕たち二人で真顔でここに向かって。おいしい。噛んちゃいました。え、早ない。負けませんよ、吸引は。私喋るのめっちゃ遅いけん。今日のコーデを教えてください。今日のコーデは、これはザラです。はい、嘘。あ、間違えた。絶対めっちゃ間違えた。普通に嘘つけや。 G ルでした。これは TXT トーラバイトゲダーのグッズ、ライブグッズです。なんか全然秋っぽくないコーデ。これはどっかで買ったやつと GRL ガールグレイルグレイルの何でしとんねん。あれしとんねん。坂ありでこれです。180 157イエイよ。イエイ、来ました。足のサイズは25センチです。28センチです。お願いします。こんにちは。準備満タン。全然できん。なんかもう疲れたんやけど。イエーイ。歳を感じますね。本当だ、みんな若すぎてもあるね。みんな回転しまくるよりけんね。やばい。2時間で、さて上手くなれるのでしょうか。ドキュメンタリーです、これは。ハルシッサー。ハルシッサーよ。ポケアスマン。パラナヤ。大きい。ラジーマン。ラッペジョオーバー。ピントが。ピントが全然合わない。なんか青春やね。青春やね。本当に青春。汗キュン。汗キュンとかやめてよ。ピントが。イエーイ。面白かった。めっちゃ難しい。
ローラースケートを終えた競馬カップルはどこに行くのでしょうか。龍河くんが水を買ってきてくれてます。お待たせ、お待たせ、はい、水入ってよかったね、入ってよかった、食べちゃおう。普通のかしら。普通の何の変でもない、何の偽りもないかしら。美味しい。僕はずっとタピオカとこして食べてる。毒もかなんか、毒もかなんかの、あ、出ちゃった。毒もです。ポップティーン。バカにして、バカにして、バカにしてません、すいません。ジェットコースターになります。イエーイ、頑張ります、頑張ります。ガチやん、本物やな。ほんで、なんかこのジェットコースター乗ったんよ。これね、最初ね、金額料金が、なんか1人1200円みたいな、2人で2400円を、2400円あったら何食えるんぞみたいな感じで乗ったけど、めっちゃおもろくて、なんか、ここ最近で乗ったっていうか、ここ最近ジェットコースター乗ってんやけど、めっちゃおもろかったけん、ちょっとなんか、東京ドームやけん、なんかブラックピンクさんとかコンサートの帰りどうですか。めっちゃ怖かったね。ほんとめっちゃ怖かった、ほんと。ケンちゃんせよ。で、その後は、新大久保で、なんか韓国風のプリクラが撮りたいっていう留学の願望があったので、私は、お付き合いをさせました。一緒にやりましたよ。で、映えっていうやつをやって、なんかチーズドッグも食べたいって言ったけん、私もお付き合い、付き添いました。美味しかったです。けんちゃんですよ。嘘だよ。はい、今日は皆さん大好きイブリュウガさんとデートをしたっていう企画だったんですけど、どうだったかでしょうか。リュウガくんの YouTube も概要欄に貼っておくので、全力で遊びに来てみてください。以上、ウィスでした。リュウガでした。バイバーイ。バイバーイ。ケンちゃんですよ。でー。